いつもトラック王国さんにはスピーディーに対応してもらっています。弊社としては任せるを利用してもう4回利用しています。いつも予想以上の金額で買い取ってもらって弊社としては満足です。半導体や一部部品の供給不足などにより新車の供給不足が続いている。そんな中、納車の早い中古トラックや一部に手を加えきれいにしたイノベーション車両に注目が集まっているという。商用車の買取、販売の今を追ってみた。日本自動車工業会の調査によると、2020年度運輸業、自家用とも新規でトラックを購入する場合、運輸業が 29%、 自家用では 48% が中古トラックを購入しているとのこと。企業魂、今回はトラック、重機、バスなどをメインとした商用車マーケットのニーズに応え続けるネントリーズ株式会社を紹介します。東京都渋谷区ネントリーズ株式会社、2006年設立。トラック、重機、バスなどの商用車専門オンラインプラットフォーム、トラック王国の運営、企画、開発事業をメイン事業としている。トラック王国とは具体的にどのようなサイトなのか聞いてみた。売買に関するご相談をはじめ、全てのサービスが全国対応となっております。でウェブサイト自体はですね、月間約40万の訪問数がありまして、商材特化型のサイトとしてはですね、トップクラスのアクセス数となっております。で約15年間蓄積してきた車両データと顧客データを分析することで、最適な商材を最適なタイミングでお客様にご提案できる仕組みを構築しております。それでは実際トラック王国を利用された顧客を紹介しよう。建物の解体工事などを行っている有限会社東京ハツリ、2020年より継続的にトラック王国で中古のトラックを買い取ってもらっている。取締役の佐藤はトラック王国についてこう語る。弊社としていつもトラック売買の時は任せるトラック王国を活用させていただいています。掲載の間もトラックを使ってられるのが一番利点が大きいところですね。これからも任せるトラック王国を利用していきたいと思います。買取担当の野島、トラック王国で買い取ってもらうメリットをこう語る。トラック王国には集客力を生かした任せるという買取サービスがあります。これは売り手と買い手をつなげるマッチングサービスで、希望価格での無料掲載が可能なので、即金買取より高く取引が可能です。トラック王国で注目すべきは買取だけではない。常時およそ3000台という規模で商用車を紹介している。トラック王国は豊富な在庫が日々入れ替わるので、毎日見てもらっても楽しんでいただけます。購入のメリットとしては、中古で価格を抑えたご提案や即戦力即納車でお客様の事業のスピードを止めないお手伝いをさせていただくなど、幅広く対応させていただいております。買取、販売、どちらのお客様からも営業担当者の対応の質の良さが挙げられた。その理由はお客様アンケートの活用にある。売買が成立した際にお客様にアンケートをいただいております。内容は今回の対応のことや、あったら嬉しいサービスなどです。日々変わっていく市場とお客様の要望に全社員で対応していき、いただいた声で成長と変化を促しております。売り手と買い手のマッチングサイトを展開しながらも、真心を込めたお客様への対応力を兼ね備えたネントリーズ株式会社代表の対馬は、今後の展望をこう語る。商用車マーケットに特化し、現状の流通行動に変革を起こそうと邁進しております。今ある任せるのサービスをですね、より進化させ、売り手と買い手を最短でつなげるダイレクトマッチングの提供を目指しています。今後商用車にまつわる業界のあらゆる課題解決を推進し、世界中で働く人々の笑顔と未来をつなげようというビジョンを実現していきたいと
考えております。